2日未明から続いている大規模通信障害について KDDI は復旧目標を西日本は午前7時15分東日本は午前9時30分と発表しましたまた今回の通信障害について KDDI はきょうにも会見を開き説明する方針です